アリサです。今回はアリサのこの後ろのスクイーズ部屋を紹介していきたいと思います。それではスタート。ティアラチャンネル。じゃじゃん、こんな感じです。まずここにハッピーバースデーっていうのがあって、ここにティアラがあります。で、このティアラのこっち側はアリサの机です。で、こんな感じです。たくさんキーホルダーとかスケールがあります。これはハッピーワンサからいただいたものだったり、社長さんが UFO キャッチャーで撮ってくれたりしたものがあります。じゃ、まずこっちから紹介していきます。これはハッピーワンさんからいただいたユニコーンのスクイーズです。そしてこれは、これもハッピーワンさんからいただいたユニコーン、あ、ユニコーンじゃなかった、これもハッピーワンさんからいただいたパンのスクイーズです。これはユニコーンのスクイーズで、アリサが UFO キャッチャーで撮ったやつです。これは社長さんが撮ってくれたベーカリー、ベーカリーじゃない、デニッシュ。これはハイチュウのイチゴのストロベリーの香りがしてとってもいい香りです。その横は動画であるんですけど、ハチュちゃんとシャユちゃんとシノちゃんとコラボした時に撮ってくれたやつです。があって、奥にこれが自信作のスクイーズ、手作りのスクイーズで、大人のカントリーマームで季節限定のレインボー味を作ってみました。これはとっても低反発です。低反発スポンジで作ったやつです。で、裏もちゃんと書いてあります。こんな感じです。で、ここは以上です。次が横、これがアリサが UFO キャッチャーで撮ったメロンパンのスクイーズと、この友達からもらったスプラトゥーンのキーホルダーと、これは社長さんがクレーンゲームで撮ってくれたパンのキーホルダーと、このスライムと、この上にたい焼きがあって、またスライムで、これがアリサが撮った UFO キャッチャーのスクイーズと、これが社長さんが撮ってくれたスクイーズと、プーさんのスクイーズと、カニのスクイーズと、あとはこのパン類がたくさんあります。で、ここにこのね、握り寿司、巻き寿司、手巻き寿司のスクイーズと、プニットのね、あの温泉スクイーズがあります。で、こっちにはこのパンのスクイーズがあって、これがね、リンゴ飴スクイーズ作ろうとしたんだけどボロボロになってから、でもリンゴ飴として飾ってます。で、ここにはお肉のスクイーズがあります。これガチャガチャのやつ、あ、手がよいしょ、じゃん、これみんな覚えてるかな。で、最後はここにいろいろスクイーズがあって、これは主にハッピーワンさんからいただいたものをここにたくさん入れてます。こっちがクレーンゲームでコラボした時に撮ったものと、お母さんが買ってくれたものと、視聴者さんからいただいたスクイーズと、あとこのクレーンゲームで撮ってくれたものとかいろいろあって、これもクレーンゲームで撮ってくれて、お気に入りのジューシーみかんです。で、この長崎に行った時に買ったスクイーズもあります。で、この横には口の形をしたポーチとアイスのキーホルダーで、最後ここが部長さんが撮ってくれたクロワッサンと、このハッピーワンさんからいただいたスイカのスクイーズと、
ハッピーワッサンからいただいたメロンパンのスクイーズで、これはクリスマス会で撮った当てたものです。で、最後これがいちごのスクイーズです。で、最後ここね、ここがユニコーンのものが2つあって、それこれはこの牛乳浸しパン系がたくさんあります。で、これははちちゃんのお母さんからいただいたものです。ありがとうございます。で、最後これが社長さんが撮ってくれたミニオンのパンです。で、最後にここにアリサが作った、アリサが作ったフラワーのキーホルダーがあります。これで以上です。ティアラチャンネル。